はいどうもこんにちは、これです。今回なんですけども、ストーリーダンジョンのソニア編のパーティーをですね、すべて最終進化系にして使っていこうと思います。まあね、今からネタバレはね含まれるので、ネタバレ嫌な方は今すぐ動画通してくださいね。はい、まあ、ということで行きましょう。まずソニア編がね、序盤もみんなやった人多いと思うんだけどね、まあプロローグから始まって、これ今間違えて押しただけなんだけどね、間違えて押しただけなんだけど、まあ、第一章ね、ソニア一体から始まり、まあ、最終進化までいろいろとあって、最終進化っていうかね、最終話までいろいろあって、最後こんな感じでね、かなりパーティーが強くなって終わったわけですよね。で、今回の動画はこのパーティーをすべて最終進化まで強化して使ってみようと思います。はい。で、まあ一応ね、アシスト等もすべて解禁してね、できる限り強い状態にすると。でも一個だけちょっとね難点がありまして、ちょっとこれ見てほしいんだけど、あの00って書いてる通り、僕ちょっとファイアドラゴンナイトだけお持ちじゃないんで、今回ねファイアドラゴンナイトだけ少し変わったキャラに代用してます。まあ、ということで、これの最終進化パーティーがこちらになります。いきますよ。3、2、1、はい、こんな感じですね。まあ、みんなが各自ね、一人一人いろんな場所に旅立ったんだけど、その育成してまた強くなって集まったというパーティーが、まあ、こんな感じになるんじゃないかなと思います。まずはソニア最終進化ですね。バルテンとね、協力して、新たな進化形態を得たと。で、ティラノスはね、変わってません。元が強いからね。元が強いからしゃあない。で、マイネ、地味に進化してますね。はい、マイネ、地味に進化している。そうですね。マイネはなんで進化前だったんだろうね。まあ、そんな変わんないっていうのはあるから。まあ、そういうことかな。そんな変わんないからかな、別に。で、ブラウンジョーカーはもう地味にこの形態じゃなかったんだよね。そう、こっちだったから、地味に進化流に、変わってますね。地味に強化されてる。ブラウンジョーカー懐かしいね。昔強かったよな。で、ちょっとね、ファイアドラゴンナイトいないんでね。まあ、代わりにね、最強のね、最強の竜冠士、椿を持ってきました。はい。で、フレンドネイは、変わらずって感じで。で、今回はね、ストーリーモードのパーティーを最大まで強化したパーティーで、まあ、ダンジョンに挑戦していこうと思うんですけど、どこに行こうか迷ったんですよ。ただ、裏異形はちょっと色々と厳しいものがあって、ま、でもちょっと今回は、なんかバルテンがね、舐めた口聞いてたんで、ちょっと、まあ、バルテンぶっ潰しに行ってやろうかなと。安直だけど、バルテン潰しに行くわ、マジで。ということで、バルテンの本家の場所でね、挑戦していこうと思います。てか、指バッチ。いえ、ま、ええわ。ネイで10秒延長あるのに指バッチつけてる人、俺初めて見たわ、マジで。20秒とかやば。これはまあネイがすごいだけだけど。でね、正直言ってもう相当パーティーが強化されちゃってるんで、さっき3列で、1000万ぐらい出てたじゃないですか。でもね、相当強化されたんで、こんな感じでコンボしてあげると、これで火力が、3000万とかソニアが出てて、ネイも2000万ぐらい出てるっていう。やばくない？やばいよね。そう、やばいんだよね。だ結構ちょっとな、今日の動画ね、まあ、せっかくならストーリーモードの最終形のパーティー使いたいなと思ったんだけど、まあ、そのまま使っても面白くないからね。まあ、せっかくだし、まあ、ちょっと強化していってやろうかなと思ったんだけど、思ったより、マジでソニアとネイ強すぎたっていう。あ、LG4000 点加点。ランキングダンジョンってわかんないけど。なんかそうだからね、これ多分ね、今回の動画ね、あれかもしれないね、これ結構。ぬるげ。そうだね、今のところ。しかもね、今回ね、ちょっと僕がファイアドラゴンナイト持ってないっていうね、本当申し訳ないんですけど、持ってないせいでね、椿入れちゃったからね、これちょっと、ドラゴンキラー3つ持ってて、ちょっとワングレンさんとか、これマジで、多分椿が、4000万ぐらいこれ出てるよね、今。8000万ぐらい ?4000 万ぐらい出たんで、ちょっとやりましたね、これ。8000万かね、今の。ちょっとやらかしたな。ちょっと全然したない。ちょっと別のダンジョンも後で行ってみるか、一応な。ちょっとこれはさすがに。これで終わったらマジでもう、何がしたかったんだこいつってなっちゃうから。まあでも一応ね、やっぱこういう風に強くなって再開すると強くなれるということでね。1億。これダメだな、これちょっと。これ早打にストップ入れた方がよかったかもしれん。バレて、あとぶっ潰すだけじゃん。あ、でも待って、ルーレットあるじゃん。やるね。はいはいはい。で？お、ダメージ向こうもあんじゃん。いいね。戦いがいのある相手じゃん。いいね、いいね。よし、これ78K。はい、OK。はい、無効貫組みまーす。ソニアが無効貫積もってないんだよね。だから、ネイだけだから。これ、待てよ。これ、ミスったな、パズル。ま、いっか。これでいいや。無効貫含んで7個もないぞ、落ち込ん。いいね。これは、ポンパン？え、ちょっと待って、強くね？待って、油断は大敵。油断大敵。また本気でいこう。うわ、盤面悪い。
だこれ火にしてあげて、じゃルーレットのね裏技があるから、よし、あってこっち網の方がいいな、よしで左で火組んで右で闇組んでいい感じにするわ。いきまーす。はい、これで1コンボ加算あるから、え、7これいったんじゃね。いや、いったでしょこれネイで。あれで、あれちょっと待って、バルテンってもしかして強い。あれ、俺の知らない真実がもしかしてここにはある。あれ、え、君 HP いくら。あれ、なんでネイで倒さない。あれ、ドラゴンキラー振ってくればよかった。あれ、あ、そうか、椿も無効貫通持ってないし、ソニアも無効貫通持ってないから、ネイだけの火力で戦ってて。え、じゃあでも逆に言えばネイってすごいよね。ネイってさ、ストーリーで、一人旅でここまで来たけど、勝てない気がしたから、みたいな風に待ってたけど、よく考えたらネイってやっぱ化け物だな。そう考えるとネイの優秀さがわかる。でもちょっと待って、これじゃ一生倒せないみたいな。あれ？よし、行こう。落ち込む。ナイス！ナイス！まあ、とりあえず本気はぶっ倒していくと、じゃあな。ちょっとみんな作戦会議しよう、作戦会議。あれ？あ、奇跡で落ちた。やった。あれ？ちょっと待って。ちょっとパーティー変えます。で、ちょっとパーティー変えてきました、一回。で、まず一旦ちょっと耐久してあげて、スキルダメだけします。はい、1ターンちょっとスキルダメしよう。ギリ溜まってないからまだ。ちょっと今ね、あのね、予想外のことがあってね、俺ね、リファイブとバルテンのね、性能ね、一緒だと思ったんだよね。あの、てか、リファイブと勘違いしててバルテンを。まあ、弱いから大丈夫だろうと思って動画撮り始めたら超強かったっていう。でちょっともう溜まったかな？オッケー。じゃあ、ユーナ使ってあげて、よし、溜まったね、オッケー。さあ、行くか。まあ、一応アンナ使っての、ソニア、ジン頼むぜ、ジン。いいジン。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 まあ悪くはないかな、最低限って感じで。読み使ってあげて、寝ればエンハンスで火属性5倍エンハンス。あっちゃんに僕あの潰しに来たんで、このダンジョンよろしくお願いします。よし、さあ行きますか。読みの調査時間延長もあるし大丈夫でしょう。待って、左が闇になったら、はい、これでさあ、まあ、ということで、今回はね、強化されたパーティー使ってみたけど、どうですか、軽く。いや、もう3億ぐらい出てる、3億ぐらい。やっぱあれだね、あの、エンハンスでご両親は強くなるね、どんなパーティーも。まあ、ちょっと今回なんかめっちゃ軽いノリでさ、まあ強いから大丈夫やろと思ってやったんだけど、思ったより苦戦したな。これワンチャン、ちょ、本当は最後、裏営業行く予定だったんだけど、これ、勝てるか絶対勝てないよね。これ、オチとして裏行行くの不正解だよね。まあ、でも行ってみるか。もしかしたら奇跡起こるかもしれないしな。うん、エンハンスもあるから。とりあえず、これ初手は火の6消してあげて、コンボしてあげれば耐えれるはず。初手はまず大丈夫かな、さすがに。よしよし。まず初手はこんな感じで組んであげて、8コンボで、まずちょっとどんぐらい、これ敵倒せる、まず。はい、ということで、今回はね、ストーリーモードの、ストーリーモードってなんだ。ストーリーモードのね、最後のパーティーをね、強化して使ってみた動画でした。もしね、ストーリーモードまだやってない方がいらっしゃいましたらね。これまあこんな感じで見た目でちょっとネタバレしちゃってるけどね。内容かなり面白いです。ぜひともね、ストーリー読んでみてください。ね、本当にね、このモードをちょっとネタバレしちゃってるから、もしまだやってない人いたら申し訳ないんだけどね。でも本当に面白い。全然これだけじゃネタバレしてもわかんないところがあって、やっぱ色々とパズドラなキャラ知ってる人からしたら超面白かったからね。まあ、ぜひともやってほしいなと思います。で、まあ、あとはね、これでゲットした魔法石はね、今すぐに使わないようにね、ぜひとも僕の動画見ていい感じに使ってあげてください。はい、ということで、今回はね、こちらのソニア、というよりかは、まあ、ストーリーモードの最終パーティーを強化して使ってみた動画でした。まあまあまあ、勝てたから何でもいいよな。うん、まあ、ということでね、ネタ切れなんでやっただけの動画でした。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。